海ン様は首都圏、大阪など大都市にしか進出していないのがもどかしいです。地方都市にも進出してほしいです。そうなんですよね。ねこれな、なんで難しいかというと、やっぱりですね、まあ、特に今、就労移行支援って皆さんどう思ってらっしゃるかわかんないですけど、もう右肩下がりの業界なんですよね。まあ、衰退産業なんですよ、<laughs> 実は。だから、えっと、 まあ、旧ウイングルさん、今のリタリコさんとか、ウェルビーさんがバンバンに出店したときは、あの、まだマーケットがあったんですよね。ありましたが、今はもう衰退産業になっているんで、まあ逆に言うと、あのタイミングでアクセルを踏めたっていうのは、あの2つの会社の、まあ、経営力なんですよね。はい。で、私はやっぱり質とかにこだわったタイプなんで、あれは無理と思って。 あのペースで拠点を広げていくってどういうことかって言ったら、もう、まあ、どんな支援者でもできるようなマニュアル化をするしかないんですよね。まあ、でも、それ支援じゃないだろうとか思って、まあ、こだわった結果が、まあ、もうね、まあな、なんて言うんでしょうか。オセロでも、あの、囲碁でも何でもいいですよ。もう、埋められた状況で、そこからこう、黒を白にこう、返すのはなかなか難しくてですね。 まあでも、あの、頑張って、ゆっくりとはやっていこうかなっていう感じではありますね。はい。なので、今、地方都市の方は、まあ、当社を使っていただくには、やっぱりオンラインみたいなのはあり得るかもしれないですね。もうちょっとウェブでもつあ、まあ、うちウェブでも使いやすいんですけどね、非常に。もうちょっとウェブでも使いやすく、あの、してもらえると、まあ、厚生労働省的には、にお願いしたいところではあるんですけど。